徳山東インターチェンジは、山口県周南市久米屋座東秋元にある山陽自動車道のインターチェンジ。周南市中心部と下松市中心部のほぼ中間に、置市、両市へ向かう、際の最寄りインターチェンジである。山口県内では、下関インターチェンジに次いで2番目に通行台数の多いインターチェンジ。西日本高速道路、中国支社周南高速道路事務所。 山口県警察高速道路交通警察隊、徳山分中隊が併設されている。徳山東インターチェンジ、徳山西インターチェンジの間は、山陽自動車道で最も一区間のトンネル数が多い連続トンネル区間である。徳山東バスストップは、山口県周南市久米屋座東。 秋元の山陽自動車道の徳山東インターチェンジ、料金所内にある高速バス乗り場、徳山駅を発着する路線などが停車する。出口料金所手前にのみ停留所があるため、高速を降りて、徳山駅方面に向かうバスのみが停車する。徳山東インターチェンジ、徳山西インターチェンジの区間は、ほとんどが1キロを超えるトンネルが連続している。 徳山東インターチェンジ平原トンネル上馬屋トンネル、金剛山トンネル、桜谷トンネル、富岡トンネル、竹山トンネル、和歌山トンネル、中村トンネル、戸田トンネル徳山西インターチェンジ。ありがとうございます。